カルデロン・デラ・バルカ・ペドロ・カルデロン・デラ・バルカは、ロペ・デ・ベガ、フランシスコ・デ・ケベードと並ぶ17世紀スペイン・バロック演劇の代表的な劇作家、詩人である。基地、誇り色というバロック的表現を得意とした。ロペ・デ・ベガや、ティルソ・デ・モリーナの開拓した娯楽としての演劇の潮流を受け継ぎ、趣向を凝らした舞台装置、舞踊や音楽を織り込んだ、スペインにおける、 小としての演劇を完成させた。統制コメディア審査法などで、ロペデ・ベガの提唱した新しい演劇を継いでいるが、カルデロンはさらに、習字を駆使した、緻密で哲学的な独自の作風を築き上げた。生涯に約120本の喜劇と約80編の生態神秘劇を書いたと言われ、幕愛劇や衝撃なども数十編残している。 名誉をテーマにした劇、いわゆるマントと剣のコメディア、歴史を題材にした喜劇、コメディア、また、現世の移ろいやすさと信仰の重要性をテーマとした哲学劇、宗教劇、キリシアローマ神話を下敷きとした神話劇など、創作の幅は極めて多岐にわたっている。代表作である人生は、夢は、コメディアと神秘劇の両方が存在する。 ドイツではゲーテをはじめとするロマン主義の詩人やホフマンスタールやベンやミンラもカルデロンを好んだ。20世紀演劇におけるカルデロンの上演ではポーランドの演出家イェジー・グロトフスキによる不屈の王子が有名である。他イタリアの詩人パゾリーニがカルデロンにインスパイアされたカルデロンという大の儀曲を執筆している。1928年に スペインで発行された25ペセタ紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。